職人尽くし歌合わせに描かれたお原目大原は、京都府京都市左京区北東部にある地名。比叡山の北西六、高野川上流部に位置する。大原盆地は四方を山に囲まれており、高野川に沿って、若狭街道が通っている。かつて、大原村は、山城国渡五軍に属し、南隣の八瀬と合わせて、八瀬大原とも称された。古くは、 おはらと読まれ、おはらとも表記された。三千人の王城極楽院大原という地名は、平安期から見られ、平安時代初期に、自覚大支援人が、修練道場として解散した、大原寺に由来するとされる。比叡山の北西六にあることから、延暦寺の影響が強く、少林院、来合院、三千院、若光院など多くの天台集計寺院が、混流された。 平安時代の大原は、平安系と若狭湾を結ぶ若狭街道の中継地点として栄えた。山城国渡五軍のうち、和名類受賞では、小野郷に属した。藤原諸助の日記、旧歴によると大原には、朝廷の薪が置かれており、藤原真ネスの日記、正雨によると大原は、木材や、新炭の供給地として重要視されていた。大原は歌枕でもあり、 他には、大原の墨焼きを読んだ歌が少なくない。大原に陰遁した西行と、鴨の町名また、戦乱や清掃による京都からの脱出のルートとしても、用いられ、出家、陰遁の地としても古くから知られていた。これ高新王や県礼門院をはじめ、大原三尺と称されたサビ年、弱長、若年兄弟、藤原明信、西行。 鴨の町名などの陰遁の地として知られている。鎌倉時代以降には、おら目が、京都まで新炭を売り歩き、北白川の切り花などを売り歩いた、白川女、桂川の鮎などを売り歩いた桂目と並び称された。後には、芝付や茶、麦粉などの特産でも知られるようになった。大元凶のうぶすながみである、郝踏神社江戸時代には戸寺、上野、大長瀬、雷合院。 勝林院、創生野村、井出の八家村の総称として、大元凶があった。商法村校長によると八家村の総高は1068国余り、元六号長、京方村明町によると1052国余り、天保号長によると1080国余り、急行号長によると1027国余りである。大長瀬、来号院。 勝利院の三村は三千人の領地であり、戸寺、上野、創生、野村、井出は、小出石と共に、中東市の領地であった。そして、庄屋が各村を治めていた。大元教全体のうぶすながみとして、甲府見神社があった。1883年には八家村が合併して、大原村となった。1889年に、町村制が制定されると、 大原、大海、小瀬、小出石、桃井の五花村が合併して、あたご群大原村が成立。五花村がそれぞれ大原村の大技となった。あとに13番目の集落として、古地国が分離した。1907年頃には、若狭街道が改修されて、人力車の通行が可能となり、京都までの交通が便利になった。 1908年には397個2291人が住んでおり、田が152丁余り、畑が16丁余り、山林が2112丁余りあった。1920年には家庭に伝統が導入され、1923年には倉間バスが大原の中心部に達した。1947年には京都バスが大原に達している。 合併直前の1948年の人口は2515人。1949年には大原村が京都市左京区に編入された。5つの大技が解体され、13の収録がそれぞれ大原町と呼ばれる小技となった。1961年には大原診療所が開設され、1967年には大原街道が舗装された。 1970年には大原カニ水道が完成し、1971年には大長瀬バイパスが開通した。3000人があるため、もともと観光客が訪れる地域であったが、現在のように多くの観光客が訪れるようになったのは、1965年に重症団のデュークエーセスが歌った、女一人や、1972年の大河ドラマ、新、 平家物語の影響が大きい。花瀬峠に接する大原桃井町と皆小山から、港小山の麓に位置する大原大見町、大原小瀬町は、2016年に、京都丹波高原国定公園の指定地域となった。京都大原学院1875年には、大長瀬に、大原小学校が開校し、1902年には、来合院に移転した。 戦後の1947年には、大原小学校に、大原中学校が併設された。2009年には、来郷院町にあった京都市立大原中学校と、京都市立大原小学校を一体化し、公立小中一貫校の京都大原学院となった。日本画家の小松人氏は、晩年に、大原に移住し、大原の風景画を数多く残して、 大原のが先人と歌われた。小松の死後の1990年11月2日には、旧宅に小松とし美術館が開館した。重賞団のデュークエーセスは1965年の曲、女一人で大原を歌っており、歌詞には3000人が登場する。この曲は後藤地ソングの先駆けの一つである。1996年には、 イギリス出身のハーブ研究家であるベニシア、スタンリー・スミスが大原に移住した。2009年からは、スタンリー・スミスに焦点を当てた、猫の尻尾カエルの手京都大原ベニシアの手作り暮らしが NHKBS プレミアムで放送されている。ありがとうございます。